ジェディディア・モールスはアメリカ合衆国の地理学者、聖職者であり、電信の発明で知られる画家のサミュエル・モールスの父である。モールスが著した教科書はアメリカにおける地理教育の定番となり、アメリカ地理学の父と呼ばれている。イギリス領アメリカコネチカット植民地のウッドストックで、イングランド移民の子として生まれた。大学を卒業後、1786年にイェール大学で神学の修士号を取得した。ジョナサン・エドワーズ・ジュニアやサミュエル・ワッツに神学を学ぶ傍らで、1783年にはニューヘイブンで若い女性のための学校を設立した。1785年の夏に伝道の免許を取得したが、その後も教職に専念した。1786年6月にイェール大学のチューターとなったが、その職を辞して、1786年11月9日に肱任され、ジョージア州ミッドウェーに定住し、翌年の8月までそこにいた。1787年から1788年にかけての冬は、ニューヘイブンで地理学の研究に従事し、日曜日に近隣の空いている小教区で伝道を行った。1789年4月30日にボストンのチャールズタウンで牧師となり、1820年まで奉仕した。彼の友人や文通者の中には、ノア・ウェブスター、ベンジャミン・シリーマン、ジェレミー・ベルナップなどがいた。1795年、エディンバラ大学から名誉神学博士を取得した。1796年にアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選ばれた。生涯を通じて宗教論争に明け暮れ、ユニテリアン主義者の攻撃に対抗してニューイングランド教会の信仰を守った。自由主義的な宗教観に根気強く反対し続けたことで、モールスは迫害を受け、生まれつき虚弱な心身の健康に深い影響を与えた。1804年にはマサチューセッツ州の改宗派教会の聖職者の総会を拡大する運動に、積極的に参加し、1805年にはハーバード大学のハーバード神学校の校長にユニテリアンのヘンリー・ウェアが選ばれることに理事会のメンバーとして反対した。モールスはアンドーバー神学校の設立に向けて尽力した。特にホップキンス主義者がウェストニューベリーに計画していたライバル校の設立を阻止することに成功した。オールドサウス教会を除くボストンすべての改宗教会が正統派信仰を放棄していた1808年、モールスはパークストリート教会の組織化に参加した。1805年、彼はニューイングランドで一般的に受け入れられている正統派を説明し、擁護するために雑誌パノプリストを創刊し、5年間その唯一の編集者を務めた。この雑誌は後にミッショナリーヘラルドとなった。モールスが制作したアメリカ合衆国の地図。印刷はアニー&スミスによる。モールスはアメリカの教育制度に強い影響を与えた。若い女性のための学校で教えていた時、モールスは出来上がりつつある、この国を対象とした地理の教科書の必要性を感じた。そこでまず、1784年にGeography Made Easyという簡単な教科書を作成した。それに続いて1789年にアメリカンジオグラフィーを出版したが、これは広く引用され、コピーされた。モールスは教科書の新版やその他の作品を毎年のように出版し、非公式にアメリカ地理学の父と呼ばれるようになった。モールスは1784年に地名集を発行する予定だったが難航し、同年に発行されたジョセフ・スコットのギャザティア。オブザ・ユナイテッド・ステイツに先を越された。ノア・ウェブスターとサミュエル・オースティンの支援を受けて、1797年にユニバーサル・ジオグラフィー・オブザ・ユナイテッド・ステイツを出版した。モールスはブリタニカ百科事典に掲載されているアメリカ先住民に関するある種の人種差別的見解女性は奴隷的である、皮や頭蓋骨は他の人間よりも厚いなどに反論した。モールスはアメリカ先住民をキリスト教徒にすることに大きな関心を持った。1820年には陸軍長官より命じられて先住民をヨーロッパの文化に同化させるための最も効果的な方法を考案するために、辺境の様々な部族を訪問して観察した。調査の結果は1822年にレポート2、ザ・セクレタリー・オブ・ウォー・インディアン・アフェアーズとして提出された。モールスはまた、1798から99年にニューイングランドでイルミナティン暴論を広めたことでも知られている。1798年5月9日から、モールスは、ジョン・ロビソンの著書プラフス・オブ・A・コンスピラシーを支持する3つの説教を行った。その中でモールスは、イルミナティがフランス革命の黒幕であるとの見解を初めて公表した。モールスは強力な連邦主義者であり、反連邦主義者がフランス革命の過激さを繰り返すのではないかと恐れていた。この説が提示された時、ジョージ・ワシントン大統領は次のように言ったと報じられている。イルミナティの教義とジャコバン派の原則がアメリカ合衆国で広まっていなかったことを疑うのは私の意図するところではない。それどころか、この事実に私以上に満足している人はいない。私が伝えたかったのは、この国のフリーメイソンのロッジンが教会として前者の極悪非道な教義や後者の悪質な原則を広めようと努力していたとは信じていないということである。フリーメイソンの個人がそれを行っていたのかもしれないし、アメリカ合衆国の民主共和協会の創設者や創設に採用された人たちがこれらの目的を持っていたのかもしれない。また、実際に政府から国民を分離させることを念頭に置いていたのではないかと疑うにはあまりにも明白である。モールスは、マサチューセッツ歴史協会の活発なメンバーであり、1813年にはアメリカ古書家協会のメンバーに選出され、その他にも様々な文学、科学団体のメンバーだった。モールスは独立後のアメリカで初めて発行された百科事典であるドブソン百科事典に重要な貢献をした。モールスは25の説教や特別な日の演説、A. Conduce History of New England and the American Revolution などを発表している。ニューヘイブンのグローブストリート墓地にあるモールスの墓。モールスはチャールストンで牧師として働き始めた後、エリザベス・アン・フィンリー・ブリースと結婚した。二人の間には三人の息子が生まれた。長男のサミュエル・モールスは、電信の発明で知られる画家である。次男のシドニー・エドワーズ・モールスは、地理学の教科書を出版した。三男のリチャード・カリー・モールスは、地理学の仕事で父親を助け、兄のシドニーと共に、ニューヨーク・オブザーバーが身を創刊した。モールスは1826年にニューヘイブンで亡くなり、グローブストリート墓地に埋葬された。ありがとうございます。